はい、皆様こんにちは。2月の23日午前11時43分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日祝日の水曜日の第1部の配信を行っていきたいと思いますけれども、私もね、先ほどちょっと自宅に戻ってきまして、またね、家を出ていかないといけないというような状況になっておりますので、第1部の配信はまあコンパクトにね、まとめていこうかなというふうに思っている次第でございますけれども、皆様にねお伝えするニュースが、おニュースがたくさんあるということで、ここはねよろしくお願いいたします。まあたくさんといってもお二つでございますのでね、こちらは要チェックでよろしくお願いいたします。そしてチャート分析がビットコイン、イーサリアム、そしてユニスワップですね、見ていきましょう。そして最後締めくるのはSLP でいきたいと思いますので、皆様祝日の水曜日の第1部の配信、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグお願いいたします。お願いいたします。いきます。いっちゃいます。まずはお一つ目、今日はね第1部サクサクいきましょう。こういったニュースが入ってきておりました。はい、エルサルバドルの観光客数が、ビットコイン導入後 30% 増加。はい。外貨収入も急増ということで、ビットコインという B というね、顔面をした方が指を指しております。よろしくお願いいたします。行きましょう。はい。エルサルバドルが2021年9月にビットコインを法定通貨に採用したことで、国内総生産、いわゆる GDP だけでなく、はい。現地のね、観光産業にも波及効果が出ているということでございますね。で、エルサルバドルのバルデス観光大臣によると、2021年9月にね、ビットコイン法が採択されて以来、エルサルバドルの観光客数は、ごめんなさいね、30% 以上ね、急増をしているというと。で、エルサルバドルの観光客数は110万人を見込んでいましたが、政府の予想を上回り、140万人にね、達したということでございますね。で、20日付の現地メディア、エルサルバドルニュースイングリッシュによると、バルデス大臣は、はい、ビットコインの導入前後を確認するための世論調査を行ったと。で、11月と12月に観光客数が 30% 以上ね、増加したと話したということでございますね。で、行きましょう、上から下に。エルサルバドルのビットコイン導入が観光客の訪問の流れにもね、影響を与えまして、はい、特に、アメリカから来るね、観光客が増加したというと。で、ビットコイン法以前は中米の近隣諸国からの観光客がね、大半を占めていたと。で、現在では 60% もの観光客がアメリカからやってくるということですね。で、さらにいいですか？収入も大きく増加をしておりまして、80万ドルの外貨を予想をしていたが、14億ドル以上の外貨収入を得たと述べたということでございますね。で、ブケレ大統領は20日、2021年のエルサルバドルの GDP が 10.3% 成長をしたと発表したと。で、経済成長の大きな原動力である同国の輸出も、2022年1月に、前年比 13% 増をね、記録しておりますよということですので、やっぱりね、エルサルバドルの法定、ビットコイン法定通貨が、ここはね、経済にものすごく大きなね、効果をもたらしていると。まあね、やっぱり、前もね、こう言って、ニュースで取り上げたと思うんですけれども、エルサルバドルに、いわゆる仮想通貨だけで旅行をするみたいなね、記事を出している方がいたじゃないですか。外国の方で、それを日本語にね、翻訳したものが載っていたわけでございますけども、重要ニュースで取り上げたわけでございますけれども、やっぱりね、どういった形で使えるんだというふうに気になっている方もいると思うんですよ。そこを加味すると、だからほら、やっぱりね、気になるでしょ。ビットコインで支払いが結構いろんなところで賄えるってなると、やっぱりね、今まで、行っていなかった方が、行こうかなって思う方もね、やっぱ出てくるんじゃないかなというふうに思いますのでね、ここは一つね、やっぱり当然、プラスのところでございましょう。ですから、他のね、お国の方も、なんかブケレ大統領が、あと2から3カ国ぐらいが、2022年中に法定通貨化をするんじゃないかと、ビットコインのね、いうふうに言っておりましたよね。で、大統領クラスの方が言うってことは、やっぱり何かしらの情報網がね、当然あるんでございましょうから、ここはね、やっぱり期待をしていきたいところでございましょう。はい。なんか、一時前、トルコかどこかで、トルコでしたかね、ビットコインが法定通貨になるんじゃないかみたいな話が上がっていたと思うんですけども、あそこは立ち消えになったんでございましょうか。話がね、最近は上がってきていないんでございますけれども、まあそういった形でね、ビットコインの法定通貨化、どういった形で話が進んでいくのか、やっぱりね、こうね、海外のお国でそういった動きが出てくればね、こう行ってみたいなって思う一つのきっかけにはね、やっぱりなるのかなというふうに思いますので、ここはね、一つ楽しみなところでございましょう。よろしくお願いいたします。まあね、経済効果もものすごく大きくなっているので、他の国もやっぱりね、考えるかもしれません。ですけれども、
もうやるなら早めにやるべきでしょうね、こういったものはね、やっぱりね。だからエルサルバドルっていうのは一発目にやりだしたので、やっぱり人々の興味がね、やっぱり出てきておりまして、やっぱり先行者特需というわけではないでございましょうけれども、やっぱそういったところもね、少なからずあるんじゃないかなというふうに思いますので、ここはね、まあ良かった良かったというところでございましょう。はい、次行きましょう。まあお国としてはね、やっぱりこういったニュースが流れてくると、やっぱりビットコインを法定通貨にしていこうかいなという考えがね、出てくるところもやっぱりあると思うので、やっぱりこれはプラスのねニュースとして取り上げておいてもいいでしょう。はい、次行きます。次はこちら。ビットコインのオンチェーン指標が、2021年7月以来のね低水準、はい、3万7000ドルは買い場になっているんじゃないかということで、一応ね、レポートとして上がってきております。いきましょう。はい、ビットコインが低迷する中、最もよく知られた指標の一つがね、稀な、投資機会が到来していることを知らせていると。で、2022年現在、はい、あ、ごめん、2月22日現在、はい、ビットコインの価格分析指標であるメイヤーマルチプルは、昨年7月にね、ビットコインが2万9000ドルで反発して以来の最低水準にね、位置しているということでございますね。で、メイヤーマルチプルは3ヶ月で 50% 下落。いきましょう。メイヤーマルチプルは、いいですか？現在 0.76 と、2021年11月の史上最高値6万9000ドルから半減をしておりますと。で、この指標は、いいですか？ビットコインの現在の価格を200日移動平均線に対して測定をしますと。いうことでございますね。で、やっぱりね、200日の移動平均線っていうのは、やっぱり世界の投資家の方々がね、大きな、トレンドをやっぱり測るためにね、やっぱり参考にしているラインでございますので、長期の移動平均線の200日の移動平均線っていうのはね、かなり重要なところかなというふうに思ってる次第でございますよ。で、行きましょう。作成者の、トレース・メイヤー氏は、2.4 以下の数値は、投資家にとって有益な取引であり、スコアが低いほど長期の買い付けが有効であることが判明する可能性がね、高いと主張したと。で、メイヤーマルチプルはほとんどの時間を 0.8 より高い値で推移をしておりまして、2011年以降を 87% の割合で、はい、現在のレベルより高い値をね、示し続けていたということでございますね。で、先週様々なソーシャルメディアユーザーが、この指標に注目をしまして、現在の落ち込みを指摘したというところでございますね。で、だからメイヤーマルチプルという指標によるとある程度底打ち感が出ているんじゃないかなというところでございましょう。で、ただいいですか、2021年11月の過去最高値更新時にはメイヤーマルチプルは過去の中央値である 1.42 付近にしか達しておらず、はい、これまでの最高値時とは異なる挙動を示していたということでございますね。で、デポジットはどこにあるのかと。コインテレグラフが報じたように、既存の投資家はね、いいですか？圧倒的にビットコインを、ホードル、まあ、いわゆるホードル保有することを望んでいると、選んでいるということでございますね。で、1年前かそれ以前に購入した人は、価格が2021年の同時期のポジションを下回り始めても、その数を増やしていると。だから長期保有の方々は、まあ、いわゆるね、購入をしてガチホ、購入してガチホ、みたいな形でね、話が進んでいるんでしょう。はい。ですから、今の売り圧と言ったら、まあ、短期保有の方々が、まあ、多いんじゃないかなというところでございましょうね。で、いきますよ。しかし個人投資家の関心はほとんどなく、はい、現在の状況はマーケットメーカーに支配されていると指摘するコメンテーターがいるということでございますね。で、いきますよ。昨年5月をピークに買い手は減少をしていると。で、1年間期待された動きが出ず、流動性が低下したということですね。で、新規のデポジットは減り続けているとオンチェーン分析会社クリプトクオントのクイックテイクシリーズの寄稿者であるミグのレッド氏でいいんですかね。ミグのレッド氏は20日に、レポートとしてまとめておりますということでございますので、まあこういった形でね、まあいわゆる一つの指標がメイヤーマルチプルという指標が一応ね、史上最高値から半値まで落ちてきている。で、2011年からを加味すると、ここまあ 87% の本来はね割合で、0.8 より高い数値をつけていたんですけども、今はね 0.74 ですかね、 0.76 というところをつけているので、ある程度ねこう底打ち感が出ているんじゃないかなというところでレポートには上がってきておる次第でございます。ですから今の値位置がね、ある意味買い場としては意識はされていっているんじゃないかなというところでね、ここは押さえておいてください。よろしくお願いいたします。まあね、でもね、チャート分析を見る限りでは、ちょっと弱さもねやっぱり出てきております。3万3000ドルまでの下落というのはやっぱり想定をしておくべき。まあでもまた今グッとね、3万、6500ぐらいをつけてまた3万8000付近までは上がってきておりますので、やっぱりここの売り圧をこなしていけるのかどうか、やっぱりねこうね下落基調の時は一旦は上がるんでございますけど、
れども、まあちょっと花火が打ち上がるみたいにポッと上がるんですけれども、やっぱりね、移動平均線で押されて、さらに売り圧がかかって落ちてきてしまう。そしてさらに安値を更新して下掘ってしまうっていうのが基本的な流れでございますので、そのね、様相を、やっぱりこうね、払拭するには、やっぱり4万2000ドル付近、まあ4万3000ドル付近でしょうかね。この付近を超えていかないとなかなかね、この悪い状況というのは、一掃されないんじゃないかなというところで、ここは意識をね、しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の、ちょっと早かったでございますけれども、重要ニュースは以上となります。そして行きましょう。本日の、チャート分析パパプーパパプーパパプーパワーよろしくお願いいたします。お願いいたします。と、一旦その前に、時飛ばし。はい、それでは再開をしていきたいと思います。まずは、ビットコインですね。行きましょう、行っちゃいましょう。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 37,700 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関しましては週足をね、まず見ていただきたいわけでございますけれども、週足のやっぱり雲のね形でなんとかねギリギリ持ちこたえているような、状況にはなっている次第でございます。ですからそこを加味するならば1週間レベルで言うと、そうですよね、 37,500 ドルあたりをね、ちょっとごめんなさい、もうちょっとアップしましょうか。37,000、どうでしょう、300ドルあたりでしょうかね。そこを割れ込んだような状況で週足が確定してしまうと、ちょっとね、ちょっとというかかなりまずいような状況には陥ってきます。 OK でございましょうか。で、下のねマック D 線も今ねずるずる右下がりになっておりまして、こちら、はい、マック D 線も右下がりで、青いね、いわゆるマック D 線がオレンジのトレンド線をね、上に存在させるような状況でゼロラインを突破しております。下に抜けておりますので、やっぱり弱気相場がね、依然として継続中よという示唆にはねなっている次第でございます。 OK でございましょうか。で、上から下、あ、ごめんなさいね、日足レベルで次は見ていきたいわけでございますけれども、日足レベルで見ていくならばこういった形、はい、日足のねやっぱり弱気雲というところが、頭をね押さえつけているような状況になっておりますので、週足で見ると雲中突入しているんでございます。雲中でねギリギリ持ちこたえているんですけど、やっぱり日足のね、雲の、形が頭を逆に押さえつけているような状況で、かなり今ね億劫なところにはいらっしゃいます。はい、ビットコイン様がですね、ですから、とにかくねなんとか、上がってくるんであれば、まあいわゆるねこの雲の中に突入してこないと、日足レベルで言うと。ですからドルベースで行くならば、まあ38,700から800ドルぐらいをぐっと上にね抜けてくるような状況で日足を確定してくれれば、あらかたね、上値は、ちょっとはマシになって軽くなってくるんじゃないかなと。ただしいいですか、 38,800 ドルを超えてきて雲中突入したとしても、やっぱり日足のねこの中期の移動平均線47,000ドルというところがやっぱり、待ち構えておりますので、ここでの売り圧がね当然かかってくる可能性がございます。 OK でございましょうか。ですから、まあ、今はね基調としては、下げ目線で、下目線でね見ていくのが、まあ、当然でございましょうから、やっぱり上がってきた時のね戻りでのショートインっていうのが基本的なオーソドックスな流れに、まあ、トレードとしての戦略としてはなってくるんじゃないかなというところで、ここはね意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。ですからショートをね、打つ際の、まあ、値打ちで言いますと、まあ、一つはね、まあ、38,800ドル付近があるんでございますけれども、先ほど見ました、日足のね、雲の形でございますね。はい。その付近がまずはあるというところでございますね。38,000、もうちょっと下でしょうかね。もうちょっと、38,500ドルとか、その付近。で、そこを抜けてきた時の40,700ドル、付近でございますね。あとは40,000ドルっていうのもおそらくあったと思うんですけど、ちょっとごめんなさいね。雲をちょっと消しておきますけども、そうですね。はい。ここ、4時間足レベルの長期の移動平均線がもう39,800ドル付近にいますので、まあ、4万ドルですよね。だから38,800、まあ、39,000ドル、そして40,000ドル、そして41,000ドルでございます。40,700ドルから800ドルぐらいでしょうか。そしてその上の42,000ドル、まあこの値打ちでねちょこちょこと、まあ4分割ぐらいでショートインをかましていって落ちを狙っていく。で、もしいいですか、右上がりのこのトレンドラインがございますね。黒いトレンドライン上、はい、この黒いライン上に回帰してきたならば、さすがにねちょっとね損切りをしていかないとまずいかなと。やっぱりこのラインっていうのは長く効いていたトレンドライン上になりますから、まあ裏形で押されて落ちてくる可能性もあるんですけれども、一応ね、やっぱりこのラインを、上にブレイクしてしまうと日足の雲もね、突破するような形になってきますので、様相としてはかなり良くなってくるはずなんでございますよ。ですからこのねトレンドライン上に乗っかってきたら、ですからドルベースで行くならば、ドルベースで行くならば43,500ドル以上つけてくると46,000ドル付近までのね、上げが、期待できるような形になりますので、そうなるとねやっぱりこう先ほども言いましたように様相がちょっと良くなってくる、さらに46,000ドル突破していくと4万
7000であるとか5万ドルという値打ちがね見えてくるような形になりますので、やっぱりこのトレンドライン上に乗っかってきたら損切りをねしていくべきかなというふうに思いますから、ここはねよろしくお願いいたします。 OK でございましょうか。もしくはこのねまあギリギリ雲の上端値をねもし抜けていった場合4万2700ドルあたりをつけていったらちょっと損切りをかましていくみたいな、あまり損失をね、抱えたくない方は4万2700ドルぐらいを超えていくと日足の雲を突破いたしますので、損切りをね、していかないとちょっとこうね上落ち着くような形になるかもしれませんので、ここはね注意をしておいてください。よろしくお願いいたします。一応積み上げポイントはショートの、38,800、そして、39,800ドル、まあ、4万ドル付近、そして4万700ドル、そして4万2000ドルですね。この4分割でちょこ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 と、積み上げていくのがいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはねよろしくお願いいたします。ただ上に抜けたら損切りをしていかないといけない。下に関して言うならば33,000ドルないしは3万ドルまで、まあ引っ張っていくっていうのがまあベストかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。33,000ドルで、まあ半利確ぐらいをかましていただいて、まず利益を確定、ショートインであればですよ、確定、そして3万ドルでの全流しっていうのがまあ理想でございましょう。で反転させてロングに持ち替えていくとかねいう形でやっていってもいいかなというふうに思いますので、ここはね、トレード戦略をしっかりと練ってね対応していきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次はこちら行きます。イーサリアムでございますね。行きますよ。ビットコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。うざ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いきまーす。はーい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が、2615ドル付近をね推移しているような形になっております。 OK でございましょうか。でこの通貨に関しましても週足をねちょっと見ていきたいわけでございますけれども、はい、こういった形週足を見ていきたいわけでございますけれども、週足のね、ちょうど雲の中にもう今突入してきておりまして、週足加担値が2480ドルですね。ですからこのラインを割れ込んだ状態で週足確定をしてしまうと、やっぱり当然ビットコインと同じように下をつつく、その値打ちというのが2200ドルですね。2200ドル付近をつついてくるようなね、形になってくるんじゃないかなというところで、ここは一つね注意をしておきましょう。でそこを割れ込んでしまうと、やっぱり、1700ドルぐらいまでのね落ちは、当然想定ができるかなと。1700ドルというのは一回ね大幅下落を起こした、はい、この左側を見ていただいたら分かるように大幅下落を起こしてきましたよね。ごめんなさいね、ちょっと動きまくっております。はい、ここで去年の5月ぐらいですよね。その時のそこを1回2回3回打って反転、ガッとね上に力強く上がってきております。つまりそこ認定されたというラインでございますので、この付近までの落ちはねやっぱり想定をしておくべきかなと。だから一つ落ちてきた場合のチャンス値、まあいわゆる現物買い並びに短期並びに FX のまあ入れポイントとしたら2200と、あとは1700ドルですね。まあ結構幅が広いわけでございますけども、まあその2つの値っていうのが注目値でございましょうから、ここはねよろしくお願いいたします。まあね毎回毎回言っているんでございますけども、様相としたらあまり変わらないというところでございますね。であとはやっぱり力強さが出てくるのは、力強さという観点でいくと、この高値を結んだラインを超えていってからね、ある程度力強いね上昇が待っているでしょうから、ドルベースでいくならば今の値のちょうど上3300ドルを超えていければ、3600ドルあたりをね狙ってくるような流れで、ことが進んでいくでしょうから、ここはね期待をしていきたいところでございましょう。まあその間は結構ね各種移動平均線であるとか雲であるとかが邪魔になるので、結構ね億劫なね相場が続く可能性がありますので、もし短期並びに FX でロングインをするんであれば、この高値を結んだラインを突破する、もしくは下に落ちてきた場合の2200か、ないしは3000、あーごめん、2200かないしは1700ドルまで落ちてきた時にロングインをして反発をね狙っていくという形がまあ最も理想形かなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。はーい、で次行きましょう。次はですねユニスワップを、見ていきましょう。ユニでございますね。上から下に行きましょう。行きます、行っちゃいます。皆様の皆様の大好きなアルツの、アルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。いきます。はい、ユニーなんでございますけれども、ただいまの価格が 8.79 ドル付近を推移しているようなね、形になっております。でこの通貨に関しましてはもうね見ていただいてもはっきりわかると思うんでございますけれども、去年のね夏過ぎあたりぐらいからずっとねもう下落チャンネルをずっと描いていて、その間を推移している。で、あとはここですよね。去年の年末あたりぐらいからはもうね持ち上がる力がなくて、つまり下降チャンネル、下降チャンネル、まあ、下落チャンネルの上端値にもチャレンジすることなくもズル落ちをしてきた。つまり、下降ウェッジがね、ちょっとウェッジ気味なものが、まあ、意識はされているんじゃないかなという。ですから、まあ、いわゆるね、今、下降チャンネルの中を推移しておりまして、下落チャンネルの中を推移しておりまして、下降ウェッジがその中で、ちょっと作られているような状況にも見えますので、まあ、その二つのね、意識を持っている方が、
まあ、多いのかなというところでございますね。まあ、いずれにしても、まあ、下落基調ということでございます。OK ですか？で、まあ、そのね、今、下落チャンネル、内緒加工ウェッジの、片地にね、今、ちょうど、ほぼほぼ差し掛かっておりますので、差し掛かっております。ですから、まあね、グッとした一旦の反発を狙うんであれば、一つね、まあ、チャレンジしてもいいところなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、やっぱりね、当然、ビットコインの基調があんまりよろしくないので、まだまだズル落ちをしてくる可能性があります。で、これ、下に割れてしまうと、どこまで落ちてくるんですかって話なんですけども、今からさらに 1.6 ドルぐらいの下落はね、想定をしておくべきかな。つまり、7.17 ドルぐらいまでの落ちはね、ちょっと想定をしておいてくださいっていうのはお伝えをさせてください。うん。やっぱりこの 7.17 ドルっていうのは、大きくね、上昇していった。この左側でございますよね。この、値打ち。はい。見ていただいたらわかるように、やっぱりレジスタンスとして押されている。はい。そしてそこから抜けた後のサポート転換をして、ガッとね、力強く跳ね上げが行われておりますので、やっぱりこの 7.17 ドルっていうのは、レジスタンスからのサポートとしてね、意識されているラインでございましょうから、いいですか？この下落チャンネルを下に割れ込むと、まあもう少しなんでございますけれども、7.17 ドル、1ドル以上の下落幅をまたさらに起こしてしまうということがございますので、ここは注意をしておいてください。よろしくお願いいたします。で、そこを割れ込んでしまうと、ちょっとね、もう、この底根付近。はい。このライン。今、点線で入れてますけど、左側見ていただいたら分かるように、この今、点線ラインっていうのも、ある意味、レジサポ転換線になっていると。うん。このね、安値付近をずーっとね、うようよーってしていた場所がございますよね。ここでございます。ですから、ちょっとアップして見ていきますけども、こういった形。はい。長い下髭をつけて、パーンと反発をしてきておりますので、4.4 ドル付近。4.4 ドル付近っていうところまで、さらに割れ込んでしまうと落ちてくる可能性がありますから、いいですか？ユニスワップもし欲しかったんだ、ユニ欲しかったんだって思う方は、まあ、今ぐらいからちょっと打診で入れてみて、7.1 17、そして 4.4 ドルで分割でポンポンと入れていくっていうのがね、後々の上昇を取っていけるような、うん、まあある程度ある意味安値付近での購入という形になるんじゃないかなというところで、ここは押さえておいてください。はい、で次行きましょう。今日の最後ですけれども、SLP、はい、スムースラブポーションでございましたかね。SLP をね、見ていきたいというふうに思っておりますよ。行きまーす。はーい、SLP なんでございますけれども、ただいまの価格が、かなり落ちてきておりますね。0.018 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関してはね、やっぱりこうニュースも上がってきておりましたもんね。報酬として渡す枚数を減らすというふうには上がってきておりました。うん。ですからそこがあったので、一旦ね、ぐっと力強く、うん、上がっては来ていたわけでございます。出来高もね、ぐーっと急上昇してきたんでございますけれども、今ね、頭を抑えられているのが、ここ、はい。去年の8月あたりからね、ずっと戻りでの押されがあってからずーっと落ちてきた起点となる場所。ここから、髭を加味した、つまり去年の11月あたりにつけてきたトップを結んだら、ちょうど今の頭の抑えラインになっているわけですよね。OK ですか？まあそこは見て取れるかなと。で、あとはここですよね。弱気雲の上端値っていうのもあるので、なかなかね、今抜けきらない状態なんですよ。OK ですか？ですから出来高が入ってきていても。ですから、短期並びに FX で勝負をするんであれば、このラインを上にブレイクしたら、これはチャンスが来るんじゃないかなというところでございますね。OK です。ドルベースで行くならば、ちょっとアップをしていきますけれども、ドルベースで行くならば、0.027 ドル付近、0.028 とかね、その付近を超えていければ、結構力強い上昇が、結構というか、0.06 ドルぐらいまでは狙っていけるような上昇が待っているんじゃないかなというところで、ここは期待をね、していきたいところでございましょう。OK ですか？ 0.06 ドルでの手締まいは、これ推奨でございます。引き目で見ていただいたら分かります通り、サポートとして何回も機能しておりまして、そこを割れてズル落ちをしてきた、というところがありますし、あとは冷やしレベルの長期の移動平均線がね、今ちょっと被っているので、やっぱりこの 0.028 を超えていけば、0.06 ドル付近まででは見ていけるんじゃないかなという、邪魔になるものがほぼないので見ていけるんじゃないかなというところで、ここはね、大チャンスネイチにね、として捉えておいてもいいでしょうということで、よろしくお願いいたします。ですから、あと 0.01 ドルぐらい、うん、だからドルベース、円ベースでいくと1.12 円ぐらいね、上がってくれれば、ロングインをして、7、8円ぐらいまで、うん、狙っていけるんじゃないかなと、そういったフェーズが来るでしょうということで、ここはよろしくお願いいたします。OK ですか？ですから、SLP に関してね、もしお持ちである方、まあ、ないしはね、短期並びに FX で勝負をかけたいな、というふうに思う方がいるんであれば、0.028 からの 0.06 を狙っていくっていうのが、ベストトレードになってくるでしょうから、ここはね、意識をして、このラインをね、一応同じように引いてみてください。冷やしレベルで見ていただけたら引けるかな、というふうに思いますので、この戻りでの、うん、高値からずーっと引っ張ったライン、ヒゲまで加味した、引っ張ったラインを引くと、今ね、ちょうど頭で抑えられている。で、雲も被っておりますから、なかなか上値が重たいというところで、抑えラインになっておりますのでね、ここは要チェックでよろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。そして行きましょう。チャンネル登録者様がなんと行きますよ。なんと、1万と、
681名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはでございますね、コメント等、こちらが要因でぐっとね、ぐっと力強く上がってきているのかなと。もう少しで1万と700名様をね、突破するような形になります。本当に皆様ありがとうございます。もし初めて聞かれた方がいるんであれば、ぜひともね、私ビトマン TV のチャンネル登録をしていただけたら、これ幸い嬉しい限りでございますので、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の大事な話以上となります。で、第2部の配信なんでございますけれども、もしかしたらですね、今日ねできないかもしれないので、できないかもしれないので、ここはねちょっとご了承いただければと思います。で、その際は私ツイッターもやっておりますので、ツイッターの方でね、ちょっとしっかりとご案内はいたしますので、ここはね、だいたい6時から7時ぐらいに、ご案内をしていこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。もしやらない場合はですね、ご案内をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日祝日でございます。皆様、お休みの方はね、いい祝日をお過ごしください。はい、お仕事の方はね、バリ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 頑張っていきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の第1部の配信は以上となります。第2部、お会いできたらお会いしましょう。